はい、今週3回目のちょっとニュースみたいな話なんですけど、なんていうんですかね、まあ結局ね、戦争、去年からある戦争みたいなのがまあ続いてるんですけど、なんか経済の話、まあ、結構ね喋ることいっぱいあるんですけど、最近ってねもうほんまにコロナが始まって以来結構ねいろんなことが、まあグレートリセットの話であったりとか、まあ物価が上がってきたりであったりとか、まあ超過死亡って言って去年よりその多くその人が例年より死んでるであったりとか、まあ地球環境問題いよいよどうなんねんみたいな話で、結構ね、結構その戦争によってヨーロッパあたりが日本なんかじゃ考えられないようなその燃料費の高騰であったりとかがあって、なんかねその物価が上がっていけばそのなんかなんていうんですか、そのまたそのね、そのなんか狙いがあるんちゃうかって言ってる人たちがいて、例えばその牛肉であったりとかいろんな食料品の価格がなんかね、どっかアメリカとかでね、その子供のね脱脂粉乳みたいなミルクが不足してるみたいな話で、今言われてるのはそれもまた環境問題につながってくるんですけど、まあ要は大体地球の耕作面積、例えばまあ畜産、畜牛、畜の農業みたいな話でも、なんか日本はあれですね、お米は 90% みたいな話が言われてて、今年はなんかねなんか食糧危機が来るんちゃうかみたいな話で、ただねそれね、まあそこも裏を読んでいけばまたその悪いグループが食糧危機をそのわざと起こして金儲けしてるんちゃうかみたいな話で、まあそのロシアとのウクライナの戦争もそうなんですよね、バックにそういろんな思惑があるんちゃうかみたいなことをまあ言われてるんですよね。で CO2 がよくねなんか結構いろいろ詰め込んでいくんですけど、環境問題なんかで言われてるんですけど、はっきり言って日本ってなんか世界の 3% くらいなんですよね。でも 3% でもなんていうんですか、 CO2 出したらダメじゃないかって言うんですけど、 CO2 はそもそも出るんですよね、結局はね。で例えば食物が CO2 を処理してくれるんですよね、人間が出した CO2 をですね。なんで緑を増やしていけば、例えばその出した 3% くらいだったら吸収してくれるんで、まあね、そのでもどっちにしろ日本はね排出量って減っていくと思うんですよね、今急激にその少子化はしてるしみたいな感じ でそもそも 3% しか出してないんで、ただまあ日本の問題点っていうのは少子化が急激に進んで人口が、だから僕ねコロナが来る前はどっちみち先進国って減っていく傾向にあるんで、まあそれはいいかなと思ってたんですよね。でまあ言ったらその緩やかに徐々に減っていくっていう、例えばそのドイツなんかと比べたらその人口密度あたりっていうのが、日本って結構ね人口密度まだ高いらしいんですよね、1億2000万ドイツではなんか8000万、まあその日本との国土の大きさみたいなのを見てもそうなんですけど、なんでまあ徐々に8000万くらいに減っていくっていうのはいいかなと思ってたんですけど、まあコロナになってねやっぱりねみんな分かってない人は全然分かってないんですけど、やっぱね人口がねこれだけ急激に減ると、やっぱいよいよねそれを支えてるその年金とかいろんなものがってことなんですよね。多分まあ今の政府自民党ってなれば税金が高くなったり社会保険料が上がるんで、結局可処分所得が減って、またそこでまた不景気みたいなことにまあなっていくのかもしれないんですけど、今その少子化がその急激に進んでる日本なんですよね。で CO2 が本当に地球温暖化に関係あるかっていうことで、太陽光パネル言われてるんですけど、太陽光パネルって太陽を受けるためにその代わりこの広く面積を隠しちゃう太陽光パネルを置いたところで、だとなるとその森林が減るんで、結局はそうなってくると森林がその CO2 を処分してくれるんで、結局無駄やっていうことなんですよね。
なんでその温暖化 CO2 による温暖化ってね結構ね それに太陽光パネルとかに投資している会社とかの思惑とかがあって実は正しくないんちゃうかなみたいな話で、ただね現実味があるというのは例えば食料不足も言われてるんですけど、まあ、ただね学者あるがこれも意見が分かれててまだまだその120億ぐらいまでは大丈夫だよみたいな話なんですけど、ただ確かにそうだとしても多分、まあ、だからといってねまあ、100億になって120億になっていいわけじゃないんで、まあ、人口問題がねやっぱし結局、ね、アメリカなんかでホームレスなんかが多くて大変やみたいなまあ話なんですけど、まあでも日本ではかなり人口削減なんかが続いてますみたいな話で、なんていうんですか、そのヨーロッパでは物価が高くて大変ですみたいなまあ話で、結構ね複合的にねいっぱいいろんな問題があって、ただね CO2 温暖化説っていうのはまあちょっとどうなんかなみたいなまあとこはまあありますよね。まあそうなんですよね。でなんかそのあれですよね、まあ、リベラルの人が環境問題にちょっと熱心らしくって、でちょっとねちょっとね急に出てきたと思うんですけど、なんでリベラルなのかっていうことを残りの時間でちょっと喋ってみようと思うんですけど、第4次産業革命とにそれによって世の中が変わっていくんで、それに即したあれなんですよ、要はそのテックエンジニアがその、まあ、支持する考え方っていうか、その中から出てきた考え方っていうのがあって、でかつてのね左翼とか共産主義とは違うんですけど、左翼とか共産主義のと親和性が高いんですよね、このリベラルっていう考え方で。そのリベラルっていうのは必ずしも民主主義じゃない、民主主義を否定してるわけじゃないんですけど、今のそのアメリカの民主党とかって多分リベラルやと思うんですけどね。まあ分類的に言うとビル・ゲイツもリベラルですよね。でそれに対してアップルもリベラルなんですよね。アップルもリベラルで、そうそうなんですよね。まあリベラル、そう第4次産業革命に即したものの考え方がまあリベラルみたいな形で、環境問題とか人口問題とかサステナビリティとかそういうことに熱心で、まあ、必ずしも民主主義じゃなくてもいいっていうところは、まあ、どっちかっていうとね、まあ言うたら共産主義とかまあ左翼とかに親和性が高いみたいなまあ考え方みたいなんですよね。で結構ねユートピア思想みたいなものがあって、スーパーシティ構想とかもそれにつながっていくんですよね。まあ、そこにもグレートリセットにもそれが書いてあるんですけど、でまあねそのリベラル、そうなんですよね。であれらしいですよね、その銃規制に反対する、今のアメリカで銃規制をに賛成してるのがリベラルなんですよね。なんといってもね、アメリカってこう国土が広くて警察力が、例えば警察力がその行き渡らないので、やっぱ鉄砲自分で自警するっていう考え方が昔からあって、でそれによる例えばその殺傷事件とか銃乱射とかも増えてるんですけど、そのまあやっぱそれがアメリカ人のそのルーツっていうか、そのメイフラワー号でヨーロッパから渡ってきてそこからっていう考え方なの。あと妊娠中絶も言われてますよね。で妊娠中絶反対っていうのはその保守らしいんですよね。だから結構ねアメリカってね保守とリベラルって言ってね、リベラルは大体ニューヨークとカリフォルニアらしいんですよね、沿岸部らしいんですけど、まあどうなるんですかね。リベラルちょっとまあ面白す、リベラルを理解すると面白いですね。まあどっちかっていうとね、かつての左翼もね、理屈っぽいんでね、まあどっちかっていうとインテリ
で、インテリによるその経済のコントロールみたいなことで言われてたんで、どっちかっていうとね、新しい、でもリベラルはかつての左翼運動、労働者とか資本家とかっていうそういう考え方じゃなくって、まああれですよね、そのスマートシティ、そのテックエリートがその街のデザインであるとか、そのか、まあ言ったらどっちかっていうと、そのテックエリートがその経済であったりとかいろんなことを理想的にコントロールしていくような思想みたいな感じですよね。はい、では10分来ましたので、またリベラルについてはね、ちょっと喋ってみようと思ってます。ではさよなら。